どうも、虎の子不動産です。東京中のあらゆる不動産を YouTube する YouTube 不動産。いろいろな問題点を指摘します。今日は若者勝っての屈指のデータスポト、サンシャイン60ですね。まあ、文化の源として非常に水族館とも人気ありますが、ここはですね、もともとは豊島区が巣鴨監獄の跡地、 都市化が急速に進み、収容施設への不安となのがら、戦前から移転を望む声が高まり、交流機能を小菅の移転に決定しましたね。交流地を小杉に移てしまう。跡地を池袋副都心として再開発され、1973年に建設工事が始まり、骨年を費やして、 サンシャイン60ができました皆さんぜひ一度いかがでどうでしょうか